ほら、なんかもう写真集がすごいじゃん、うん、はい、かっこいい。なんかファンの方はなんか最近上半身裸が多いですねって。ああ、多いですね、うん、なんかこうすごく、うん、鍛えてるの？いやいや鍛えてないです、まあ、ただ痩せてるだけじゃないですかそうでもないけどさ、はい、うん、白なイメージだよね、ホワイトなイメージで。そうですね、うん、これやっぱりジェジュン君の持っているロックなイメージをこう写真にしてみたの？うん、まあロックなイメージっていうか、うん、ただあの純粋、うん、あの人間 の, あの、うん、純粋的なところをピュアな、うん、そう表現したかったんですね。あ、かっこいいよね本当に。そう、うん、何 の, あの偏見もなく、うんうん、あのなんかそのへあのうん、へ、分かる、真っ白な色がついてないってやつ。そうですね、うんうん、だからあの一からまた始めたいみたいな、うん、そうか、そう、まあ、初めてあのトライする、うんうんうん、まあ、ジャンルでもあるから、うんうん、まあ、そういうのを表現したかったんですね。スタート、そうですね、新しいスタートみたいな、うん、この真っ白からいろいろ色をつけていくんだねこれから、うん、だからあの、うん、裸の写真も結構入ってるし何でそこで恥ずかしがってんの？なんか乳首見えてる。やめなさいよそれ。乳首あのピンクじゃないですかそれちょっとそんな見らない私ちょっと恥ずかしくって、やめてよそういう見方になっちゃうじゃん。いやでも、うん、あの見てほしいですよそれは。あ、そうだ、見た今、そうだ、ピンクだから。あ、今見ました今見た見た、あ、見ないでくださいよ恥ずかしいから。何言ってんのよまあそういうところ何言ってんのよ、あやちゃんとしてすいません、はい、うん、っていうようなところもね見てほしいっていうことなんですけれども、はい、なんかもうあのもちろんシンガーとしてもそうなんだけれども俳優としてもね、うん、いろいろと活躍していていろんな分野で頑張ってるじゃない、はい、何顔をあからめてんのやめてよ自分で。なんか恥ずかしくなりますね。そりゃそうや、私が恥ずかしいんだからさ、顔が赤いじゃんやめてよ早く質問してください。はいはい、だから俳優としても頑張ってるよね、はい、うん、頑張ってるよねはいじゃなくてほいほい、はい、いろんなところでいろんなことするって楽しい、うん、あ、楽しいですね、うん、あのあと新しいことに向けて、うん、もうあの挑戦したりするのがもうすごい楽しいです、それが、うん、そ の, あの緊張感が、あ、緊張するやっぱり。でもしますね、うん、でもその緊張感がすごい好きなんですよ、うんうん、なんかねここ数年ずっとこう 会わなかった、会えなかった時間の時に、うん、ドラマとかほら映画とかさ、うんうん、見るじゃない私も、はい、こう見ながらね、私、あ、チェジュン君だな頑張ってるなっつって、あ、全然会えてないなっていう風に見ながら、うん、なんかもう自分がこのエンターテインメントの世界にいない普通あの、うんうんうん、ファンのような目線で見てたのがね、うん、もちろんそれも良かったと思うし、うん、半分はどうしてんのかなみたいなことも考えたりする寂しさもあったりとかね、うん、一応言っとくからそう、愛してるそう言った後照れるでしょ、ね、あ、照れます ね、はい、今日は耳のついている帽子をかぶってます、かわいい ね、はい、うん、ね、これ乳首みたいですね、やめなさいあ、牛のだ、牛の乳首みたい。なんでそういうことばっかり言うの言われたんですよ。あ、言われたの一応ラジオだからさ。あ、そうですか。一応セクシーな男でしょこれね、あ、じゃあセクシーな感じで、セクシーな感じでいこうか、近辺やめなさいよはい、すいません、ねえ、まあ普通どういう生活してんだろうなこの人本当にね。どうですか、音楽やってない時とか。うん、やってない日は、うん、ピアノ弾いたり作曲やったり。そうか、うん、自分で曲なんかも今回積極的にやってるの。うん、やってますね。ね、であのだってあの、うん、すごい聞かれるんですけど、うん、あの休んでる時には、うん、お家で一体何をしてるんですかっていう話をすごい聞かれるんですよ。うんうんうん、そうだよね、あまり旅行とか行かないんですか。行かないんだ。そう、うん、行かないから、うん、お家で一人飲みしたり、うん、一人飲みしちゃうんだ。はい、一人飲みしたり、一人で飲んで酔っ払ってそのまま寝たりあの曲作ったりそのまま、うん、で大きい店を酔ってるから、うん、酔いが残ってるんじゃないですか。そうだよね、で一人でその酔いで、うん、なんか料理作ったり。あ、そうじゃん、キムチチゲはさ、うん、いつ作ってくれるわけ。10年間言い続けててまだ一度も作ってくれてないっていうのはひどいよね。
あの韓国に帰るときに一緒に帰りましょう、うん、さ鼻膨らんでるし、うん、一緒に帰りましょう。あ、そうだね、うん、じゃあよろしく、スーツケースの中に入れててください、うん、はい、さてここでファンの方からいただいた質問にお答えしていただきたいと思います、はい、先ほどのかなこさんはですね、ロックも好きだけどバラードの CD を出す予定はありますかって、うん、あるよかなこって言ってあげて。かなこあるよ、うん、あるよ、あるんだ。ありますよ、うんうん、気持ち、それでも予定、ですね、うん、あの東方神起の時に、うん、あのそういうなんて言いますかね、うん、こうなんかうなんかみんなあの日本の方々が、うん、好きなあのボーカルの色があるっていうのを聞いたんですね、うんうん、あの時 の, あのディレクターさんが、はいはい、うん、それを聞いて元々の声をわざわざか、うん、あの変えたんですよ。ああそうなの、うん、もっと細く変えたんですね、うんうん、へそう成功するためのそうなんだ、そうすごい辛かったんですけど、うん、あのちょっと無理して頑張って、うん、あの声をちょっと細く変えて、うん、でもそこから作られた声がまだすごい愛されてるっていうのはすごい嬉しいですね、うんうん、要するに自分の世界観からちょっとこう広がったんだねきっとね。そうですね、うんうんうん、いやでも自分も好きなんですよ、うん、その声が、そうわざブルシで作った声なのに、うん、で今は、うん、あやっぱ、うん、あれが本当の俺のこう、うん、声だったんじゃないかなっていう、あそうそうか、こうアドバイスを受けて出して作った声だけどそこにも自分の本当のものもあるっていうふうに思えたんだ、それはすごいよね。そうですね、うん、ありがたいんですね、あの、うん、あの時のディレクターさんに、うん、それを生かしたバラードを作ってもいいかなと思っているってことだね、はい、はい、続いてスマイルさん、スマイルつってあげて、スマイル、40歳まで独身って本気ですか？そうですね、へえ、僕は、うん、そう思ってますね、うーん、今のところだよね、あんまり断言しない方がいいよね、決めつけちゃうと。いやでも決めていきたいですね。あ、そうなの、なんで40なの、うん、だってあの結婚って、うん、自分が決めてもで、うん、いつできるか、うん、あとも知ったくても、うん、できない時もある、そうできない時もあるし、うんうん、でもそう断言していきたいです、うん、僕は本当に。あ、そう、うん、じゃあもし40前に結婚したいと思って結婚しちゃったらここに来て謝ってねみんなの前で多分そういうことはないと思います。すごい本気だね、本当にスマイルさん本気のようですよ。しないです僕は。へえ、責任感だと思ってますみんなのために。はい、愛してるよって感じですね。愛するからはい、わかりました。あなたのことが、あ、まだ主家だから違う人、それ違う人、はい、チエジさんはです、チエジュさんか、言ってあげて、チエジュさん、うん、チエジュこれなんて読むの、チェジュ、チエ何わかんないもんこれ、チエジュ、ジュチエジェジェですね、チエジェジェ、あ、チエジェジェか、ジェジュンのこれからの夢を教えてください。夢、うん、あ、僕の夢は、うん、まあ、今有名というか、うん、目標ですね、うんうん、あのまあ、夢とかあの目標は、うん、まあ、毎年変わりますけど、うん、まあ、欲が、あの新しい欲ができちゃうと変わるんじゃないですか、うんうん、でもあの福山雅治さんとか、うん、拝堂さんのように、うん、こうなんかすっごいあの明るくて、うん、若い人生を長くしていきたいんですよ。あ、それがすごいかっこいいんですよ、うんうん、あの若い時にできるものと、うん、あの、うん、あの人があの年取ってからできるやつってやっぱ違うんじゃないですか、うんうんうん、そのできればその若い時に で,、うん、できるやつを、うん、多くやりたいです。あ、たくさんやりたいです。例えば年を重ねてってもそのエネルギー、若いエネルギーってのずっと 持ち続けているってことはできるよね、うん、そういう風になっていきたいってことだね、うん、はい、元気じゃないと。そうだね、健康にね、うん、あの半眼歩いてる、歩いてますね、走ってますよ走ってんの、うん、もうみんな知らない、本当、うん、気がつかないだから、あの僕は、うん、僕 の, あのオーラを、うん、消すんでしょ。そうそう、消す能力があるからだってそうらしいね、消せるんだってね、うん、消せるんですよ。どうやってのほいって消すの、ん
ってどうやって消すの？そういうやり方はないんですけど。ないの？そう、消すと思ったら、うん、もう消せるらしいですね、チェジュンさんは。あ、したらもう誰も気がつかない。そうですよ、うん、どんな格好で走ってるの？普通の、普通のジャージーとか。あ、そう、うん、やってセットスーツで、うん、普通に、うん、そうなんだ、見つけてやりたいな。そう、コンビニとかも普通に入りますから。本当？で、うん、声で分かっちゃったりしない？だから あんまり喋らないです。おごはみたいな、ください。あ、それ分かるよ、それ。ください、それも分かる。なんかもっと違う、こうなんかキャピキャピな、ください。ダメダメ。それバカじゃないですか。大人なのに、くださいって言ったら。じゃあ一回やってみて、やってみて、やってみて。いや、絶対やってみてほしい。やってみます。ね。テイコさん、テイコ。テイコさんね。テイコ。うん。グレイの拓郎さんとモダンビートを共作された、はい、どうしてですかって経緯を教えてください。どうして作ったの？前JYJ の東京ドームのライブの時に、うん、タクロさんが見に来てくれたんですよ、うん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 、で、あの時僕らのライブを見て、うん、あの時、あ、じゃあ、うん、曲作ってあげたいねっていう話になって、うん、あ、そうなんだ。で、役に頼んだんですね。タクロさん前そういうこと言ってくれましたけど、うんうん、覚えてるって曲作ってくれませんかっていう、うんうん、話を投げちゃって、うん、そこでもう、すごいね。3、4曲ぐらいを送ってくれたんですよ。じゃあ一応1曲使ってるんでしょ今回。はい、ね、はい、あと2曲か3曲。いや、他の曲もものすごく良くて、でも曲のバランスのためのにいい曲を選んだんですけど、うん、そのモダンビットがもうすっごい良くて、うん、バランス的にすごい良くて、ね、うん、他の曲もったいないですね、使いたいですね、うん、ね、今度また何かの時にね、うん、使ってね、うん、ということで今回はですね、アルバムもリリース、うん、そして、コンサートの来日なんだけれども、はい、ここでですね、まあ、今年2013年を振り返ってどうですか、うん、2013年は、うん、やっぱ僕にとってもすごい意味がある、うんうん、そして また新しい、うん、トライをした、うん、そう、意味がある年です ね、うん、そうだね。このアルバムって、うん、多分一生うん、そう、心に残ると思いますね。本当にいいアルバムだし、うん、なんか10年前デビュー前に、うん、会社の事務所のところで会った時の、うん、ジェジュン君思い出したんだけど思い出さなくていいか、うん、出さないでください。なんて言った、何て言ったと思う、私に。覚えてないでしょ。でデビュー前よ、全然。こんにちは。違う、僕日本語の名前ヒデオツンですって言ったのよね。本当に？本当、本当に英雄ってのほら日本語だとヒデオでしょ。そうそう、覚えてない覚えてない。ヒデオって言うんですって言うから、え、ヒデオくんなのって言っちゃったんだけどね。そう言ったんですか？言ったのよ、デビュー前ね。はあ、うん、覚えてない。そう、あれからもう10年ちょっと経って。恥ずかしいですね。可愛かったですね、うん、でも僕もワンちゃんの名前がヒロだから。ああ、ヒロなんだってね。そうそうそう、ファンの人、その英雄の、うん、そう、英雄の意味で、うん、ヒーローじゃないですか。ヒーローの、うん、そうか、短くしてヒーロー、ヒーローなんですよ。あ、そこヒーローから来てるのね、はい、あ、そうなんだ、まあ、そういうような歴史を、はい、というか思い出をね。ヒデオ、ヒデオ、ヒデオで、ヒデオって言うんですみたいな。いやー、恥ずかしい。そういう時代を経て、ね、いろんなことしてきたよね。この思い出さないでください。いや、兄ちゃん思い出すよ。いろいろ思い出すね。思い出しちゃうんだよ。すみませんでした、うん、だけど楽しい思い出もあるので、これからまた新たな10年に向かって、うん、また私も生きてたらずっとよろしくね。なんですかその、もうすぐもう死んじゃうんですか。そうじゃないけどね、長く僕も生きてるうちに、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなのために、みんなも長生きをしてくださいそうね、懇願はせよ、懇願はせよ、お元気お元気で、ね、皆さん生きてください。やめようよそれじゃあ最後にもう一曲お届けしましょう。はい、はい、じゃあアルバムから選んで、うんうん、じゃあ、うん、じゃあ聴いてください、うん、はい、一番アルバムの中の一番最後のトラックです、うん、パラダイス聴いてください。
今日はありがとうございました。また来てね。ありがとうございました。また来てね。また会いましょう。5年ぶりってなんないようにね。また100回ぐらい会いましょう、うん、よろしくね。ありがとう。はいはい。君は